クリレスカリビア宮。皆さん、中南米にはキリスト教というかカトリック信者が多い理由はご存知ですか？それはあれでしょ、征服してきたスペイン人が自分の国の宗教であるカトリックを強引に広めたからでしょ。それが今でも続いているんじゃないの？ちょっと考えてみてください。中南米の人たちはヨーロッパ人に征服されて植民地化され、搾取され、虐げられていたわけですよね。そんな残酷な支配者である当時のヨーロッパ人の宗教について、最初は強要されて仕方なく信仰するのはともかく、その後独立した後もその信仰を続けているわけです。虐げられてきた記憶とセットになった宗教であるならば、それは憎くてたまらず、独立したらその信仰を捨てそうなものですが、実際には今でも信仰され続けているのです。なら先祖代々信じているうちにキリスト教の良い面も理解してきたとかかな。地域や心の拠り所として根付いたみたいな。確かにそういう面もあるかもしれません。ですがそれでも過去の辛い記憶は残っているはずですよね。少なくともローマカトリックとは決別しそうなものです。ですが実際にはそうはなっていません。バチカンにいるローマ教皇とのつながりは切れてはいないのです。ということで今回は中南米でのカトリックの普及とそれが今でも多数派を占める謎についてご紹介しましょう。16世紀にヨーロッパで始まった宗教改革により、プロテスタントに圧倒されたカトリックは新たな信者獲得のため新天地を求めて海外に打って出ます。新たに結成されたイエズス会の創設メンバーの一人、フランシスコ・ザビエルは東に向かい日本に来たわけですが、コルテスやピサロたちはアメリカ大陸に向かいました。特にコルテスは宣教師ではないものの熱心なカトリック教徒であり、当時メキシコ高原を支配していたアステカ帝国に乗り込み支配します。確かアステカ帝国の人たちがそれまで見たこともなかった銃や馬にびっくりしてあっさり征服されてしまったんだっけ。そうですね。また運の悪いことに当時のアステカ文明には一つの伝説というか神話が語り継がれており、その内容がちょうどコルテスがやってきた1519年にかつて追放された白い肌の翼のある蛇の神様ケタルコアトルが戻ってくるというものだったのです。それでコルテスたちがその白い肌のケタルコアトルその人というかその神様であると誤解しちゃって素直に従ってしまったんだね。と言ってもコルテスたちが現地で暴れ回った結果、こいつはおかしい、彼は神様じゃないとすぐにバレて戦争になりましたけどね。ですが先ほどおっしゃった通り、コルテスたちが持ち込んだ銃や馬が強すぎてアステカ帝国は滅ぼされるわけです。そして帝国の金銀財宝は略奪されてしまいました。まあ普通にひどい話だよね。彼の出身国スペイン以外ではコルテスは悪人とされていますからね。コロンブスも大概ですか。さてアステカの人たちは大変な不幸に見舞われたわけですが、しかし本当の悲劇はここからでした。ヨーロッパ人が伝染病を持ち込んだのです。確か天然痘だっけ。アメリカ大陸にはそれまで存在していなかったから免疫がなくてものすごい勢いで広がっていったとか。天然痘だけじゃないですけどね。はしか、水疱瘡、ペスト、オタフク風邪、百日咳など、とにかくいろいろな感染症が現地の人々を襲いました。当時の致死率は実に 90%。 とにかく恐るべきパンデミックです。10人のうち9人が亡くなったんだね。ほとんど全滅じゃん。まさにその通りです。コルテスがやってきた頃の人口は約2500万人と考えられているのですが、その85年後にはたった100万人にまで減少してしまいました。ですがここで不思議なことが起こります。不思議なこと？はい、と言っても現代の我々から見れば実に当たり前のことなのですが、アステカの人々が天然痘などでバタバタと倒れていくのに、侵略者であるヨーロッパ人は伝染病にかからないのです。それは当たり前だよね、免疫を持っているんだから。あ、でも当時の医学では免疫の存在自体知られていなかったのか。ヨーロッパやイスラムでは紀元前の昔から経験的に一度伝染病にかかって回復すると同じ病気にはかからなくなるということが知られていましたが、いわゆる免疫学が生まれたのはあのエドワード・ジェンナーが天然痘ワクチンを開発する1798年からです。コルテスよりも250年以上後なんですね。そしてそれまではヨーロッパにおいて伝染病から回復した人が二度とその病気にならないのは神様からご加護を受けたためだと認識されていました。そのため中南米に来たヨーロッパ人が伝染病にかからないのはキリスト教の神の加護を受けているためであると現地の人は認識し、進んでカトリックに入信したのです。
病気になりたくない気持ちはわかるけど、それもやっぱり誤解だよね。あれ？でもザビエルも同じ頃、日本にやってきてキリスト教を広めていったよね。その時は大丈夫だったの？日本については、天然痘は紀元6世紀にはすでに伝わってきていましたから、仏教とともに中国大陸から入ってきていたのです。ただその時も、未知の怖い病気がいきなり大流行しだしたということで、伝来したばかりの仏教が攻撃を受けます。日本古来の神道の神々をないがしろにし、異教の神である仏教を信仰したから呪いがかかったのだ、という誤解が生まれたのです。一種の、天罰、ですね。そしてその後も、例えば奈良時代には、当時、権勢を誇っていた藤原の鎌足の孫である藤原四兄弟が、全員まとめて天然痘で亡くなったりしています。そのため、その妹で聖武天皇の皇后となっていた光明皇后の後押しで、奈良に大仏が建立されたそうです。日本では、最初は仏教が原因と誤解され、次は病気を抑えるために仏像を作ったんだ。なんだか皮肉な話だね。ということで、古くから天然痘が入ってきていた日本では、ザビエルたちがやってきても天然痘が流行することはありませんでした。ですが、それまでユーラシア大陸との交流がほぼゼロだったアメリカ大陸だけ、天然痘が入ってきていなかったのが不運だったのです。なるほど、それで天然痘にかかりたくないという気持ちから、キリスト教、というかカトリックが急速に広まっていったというわけだね。そうなんですが、ただ、それまでの信仰をいきなり全部捨てさせるのも無理だったようで、もともとの土着の宗教と混じることになりました。さすがに生贄の習慣は全て破壊されましたが、例えば、グアダルーペの褐色聖母、や、パチャママの女神、といった従来の土着信仰の女神が聖母マリアと同一視され、現在でもメキシコやペルー、ボリビアなどで信仰を集めているんですよ。そのためラテンアメリカでは、ヨーロッパとちょっと違って、聖母とキリストの像が併存する形での信仰が一般化しているんです。そういえば、確かに南米の教会には聖母像が多いイメージがあるな。グアダルーペにしろパチャママにしろ、元は土着宗教の女神でしたが、後の時代にバチカンのローマ教皇から認可を受け、カトリックと認められています。これは、植民地化された後の中南米にカトリック以外の宗教が入ってこないよう、ローマ教皇が配慮した結果でもあるのですが、逆に言えば、このおかげで、ヨーロッパで何度も繰り返された宗教絡みの戦争が、中南米ではほとんど発生せずに済んだとも言えるのです。ちょっと複雑な気分だけど、でも宗教戦争って、いつも悲惨だから、良かったのかな？ただそれでも、最近になって、中南米でもプロテスタントが増えてきているみたいですけどね。中南米に進出した欧米企業が、現地の貧困層の人たちを雇い入れることで職を提供したり、いろいろと社会奉仕事業を展開したりして経済を活性化させました。そしてそれを見た現地の人たちが、自らの意思でプロテスタントに改宗していっているようなのです。プロテスタントは、カルヴァンの予定説のように、商売熱心であることを正しい行いとしているから、貧困を救うにはちょうどいいのかな。でも、それが元で宗教同士の紛争や戦争が起きないといいんだけど。カトリックとプロテスタントの争いの歴史は長く、そして辛いものなのですが、実は20世紀に入り、カトリックとプロテスタント、そして東方正教会の間で、世界教会一致運動、という取り組みが始まっているのだそうです。これは、原理主義的な人々には受け入れられていませんが、それでも聖書を共同で日本語訳するなど具体的に動いているそうなので、将来的には、そういった宗派間での争いは、時間はかかるでしょうけれども、なくなっていくのではないでしょうか？誰しも戦争はしたくないですし、歴史から学ぶことができる人間には、その力があると思うんですよね。そう思いませんか？ということで、以上、本日の歴史トリビアでした。